はい、こんにちは。今日は2014年一橋大学の問題です。問題はこちらです。半径1の球が直円錐に内接していると。で、底面の半径を R とし、表面積を S とすると。で、S の最小値を求めようといった問題ですね。まあ、これは図を書いてみると、ここが半径 R で、でこれが半径1の球ですね。ということは、まあ、こう引いてあげると、ここは1ですよと。ここを中心とすると、まあ、ここも1ですよと。で、ここ直角ですね。ここも直角。こういう状況で、ここからこう引くと、ちょうどここ、一直線になって、ここが垂直になりますね。で、ここは、ここを半分に引いてあげると、この直角三角形、直角三角形は合同な直角三角形になるので、ここ R でやれば、ここも R ですよね。で、まあ、あとはどっかを X とかって置いて、比で出していきましょうか。今、表面積 S を出したいので、まあ、ここの母線の長さを出したいですね。で、じゃあ、例えば、じゃあ、ここを X としてみましょうか。ここ長さを X とすると、1対 X の直角三角形。で、ここも、これと、相似ですよね。これと、これは相似な直角三角形。ですから、これ1対 X でやれば、ここは1対 X になる。で、これ R 倍してるので、R 対 RX になりますね。ここ長さっていうのは RX になるよと。1対 X ですから、1対 X。ということで、R 対 RX になるよと。で、あとは三辺運定理で R と X の関係を出してみると、じゃあここの直角三角形で、これの2乗引く、これの2乗はこれの2乗ですから、RX の2乗引く R の2乗っていうのが、1たす X の2乗。まあ、X たす1の2乗としておきましょうか。これ2乗引く、これ2乗はここ2乗ですね、と。で、これ計算するって、R の2乗でくくれば、X2 乗引く1イコール、X たす1の2乗ですよ、と。で、x2 乗引く1っていうのは、x たす1と x 引く1を因数分解できるので、こうなるよと。で、x は今これ、正の値ですね。長さですので、正ですよ。じゃあ、これで割ることができて、これ1個消えますね。つまり、r2 乗角 x マイナス1イコール、x たす1っていう、x と r の関係式が手に入ったよと。で、ここで、x は1より大きい値ですね。x は1より大きいということがわかりますよと。つまり x を1とすると、ここ0。1とすると、これ、イコールにならないので、x は1ではないなと。で、x は正の値ですね。長さですから。じゃあ、0から1の範囲であるとすると、どうなるかっていうと、これは負になりますね。マイナス1すると、こっちが負になるよと。で、こっちは正ですから、これも等しくならないよということで、x は1より大きいなということはわかります。で、1より大きい範囲でこれを満たしているよと。で、求めたいのは s ですね。表面積ですから、ここから表面積出しましょう。つまり表面積はこれ展開図書いてみて、扇形と円になりますね。円錐の表面積。これとこれを足したものが S ですよと。今ここの長さが半径 R。そしてこの母線の長さが今 RX というふうに分かりましたよと。RX。ですから、じゃあこれそれぞれの面積出すと、まずこっち側は πr2 乗ですね。こっちの面積は πr2 乗。足す、こっち側の面積っていうのは、この長さっていうのが、ここの円周と等しいわけですね。ですので、この円周は 2πr ですから、ここの長さっていうのは 2πr ですよと。じゃあ、この扇形の面積はっていうと、半径とこの弧の長さかけて2分の1すれば OK ですね。これかけるこれの2分の1。つまり、2分の1かける 2πr かける rx というふうになりますよと。でこれ計算すると、2が消えて、πr2 乗 x ですね。ここは πr2 乗 x。つまり、これ足すこれが s ですよと。S はっていうと、πr2 乗でくくれば、πr2 乗の x たす1ですね。こうなるよと。で、今、x たす1っていうのは、まあ、この式使いましょうかね。r2 乗がここにあるので、r2 乗を消しましょうか。まあ、どっちかに揃えたいんですが、r2 乗イコールにすると、x マイナス1分の x たす1ですね。x は今、1より大きい範囲ですが、これ正ですよと。でここに代入しましょう。そうすると、S はっていうと、π かけるこれに x たす1をかけたもの。つまり、x マイナス1分の x たす1の2乗になりますね。ということで、x だけの式になるよと。で、これは、次数下げしましょうか。これ、次数下げすると、x マイナス1分の2して、プラスの、これ分子は、x2 乗たす1、x たす1の2乗っていうのは、x2 乗たす 2x たす1ですね。この部分。ですから、この形を作りたいので、x たす3とすれば、これ通分すると、x2 乗プラスの 2x が出てきますね。これかける、これで x2 乗たす 2x。この部分が出てくるよ。で、マイナス3になるので、プラス4とすれば、これと等しくなるよと。これ実際通分してみれば、これと等しくなるかと思います。ということで、ここっていうのは、こんな風に次数下げすることができますよと。
で、あとこれ相加相乗平均が使える形にしたいので、x-1/4 にして、ここ x-1、ここ x-1 ですか、ここも x-1 で揃えましょう。ここですね。ということで、プラス3にしたいので、プラス4とすれば OK。これを x-1 プラス4としましょうか。そうすると、ここが等しくなって、ここの部分で相加相乗平均が使えるなと。で、相加相乗平均使うとどうなるかっていうと、ここの部分っていうのは、つまり x-1/4足す x-1 っていうのは、2ルート、これかけこれですね。これ、足すこれっていうのは2倍のルートのこれかけこれ。つまり、これ消えて4になるよと。で、これ計算すると4ですね。ということで、これは4以上ということがわかりました。ということで、ここ4以上ですから、これは4足す4で8以上ですね。つまり 8π 以上ということになりますよと。S の最小値は 8π ということになります。で、これを満たすような X の値はっていうと、これイコールこれの時に統合は成立するので、つまりこれイコールこれ。x-1/4 イコール x-1 の時。じゃあこれこっち持ってくると、x-1 の2乗イコール4になりますね。つまり x-1 っていうのはプラマイ2なんですが、これ1、x は1より大きいですので、正の値。つまり2になるよと。ということで、x は3。x が3の時に、ちょうどこれが統合成立で 8π。この最小値は 8π ということになります。ちなみに x が3の時っていうと、r はいくつかっていうと、3代入すると、2分の4ですから2ですね。これが2になるよと。x が3の時。つまり r2 乗が2ですから、r はルート2の時ということで、まあ r の値はここがルート2の時に表面積が最小になるよということが分かりましたということですね。はい、今回は以上です。ありがとうございました。